ちょいと用事があるから店番一人で頼むよ。任せてください。お腹すいたな。あ、いらっしゃいませ。この顔から判断するに、36歳、バツイチ、ジャマイカ生まれ、あだ名はヒヨゴン、パスタとミートソースアレルギー、プルーンよりレーズン派。ご注文何になさいますか？じゃあ、明太子パスタのパスタ抜きですよね。なんでわかったの？じゃあそれと、柿ピーの柿とピー抜き、レーズントッピングでよろしいですか？なんでわかるの？それでお願いします。お待たせしました。うわぁ、あー、美味しそう。美味しかった。また来るわね。ありがとうございます。今月の労働時間は720時間だね。はい、じゃあこれ給料。ありがとうございます。そういえばこの前お店のお皿割らなかったっけ？あ、確かに割りました。このお皿1枚1000円するんだよな。じゃあこれでチャラにしてください。おい、どうぞ。そういえば最近店の電気の調子が悪いんだよな。じゃあこれで修理してください。おお、ありがとう。そういえば最近お店の売り上げが。じゃあ僕の1万円もらってください。おお、悪いな。じゃあ来月も。よろしく。お邪魔します。おい、柳助、お前体調悪そうだけどどうしたんだよ？今日でバイト360連勤目なんだよね。いや、お前さ、そんなバイト早くやめろよ。バイトってやる意味ありますか？結論から言うとやる意味はあります。ただ世間一般で言われるような社会性が身につくとかそういうことではなくて、低賃金で長時間労働している社員を見て自分は将来こうならないように勉強を頑張ろうと思えるような、要は反面教師として捉えられれば意味はあるかと思います。ほら、ちなみに僕はこの人も言ってんじゃん。バイトしていたんですけど、ハンバーガーの作り方さえ覚えられました。バイト楽しい、バイト楽しい、バイト楽しい。バイトをやっている人はクズです。やめてくれ。じゃあバイト行ってきます。おい待てよ。